ようこそブラザーズネギチャンネルへようこそ。はい、ということで今回は前回のエアに引き続きクラッシュ選手権を見ていきたいと思います。はい、はい、今回はジム編ということで、まあ、ボックスだったりレールだったり使ったところのクラッシュになっていきますので、はい、ますますちょっとエグい映像がありますので、です。相手が鉄だから、ね、そうなんですよ。オルはオルは、うん、オルオルはオルはいろいろあります。まあ、今回もですね30、40ぐらい動画いただいたんですけど、その中から厳選させていただいて、はい、10名の方の動画を見ていきたいと思いますので、はい、はい、じゃあ早速見ていきましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあね早速やっていきましょう。はい、まず最初はワンパクさんからいただきました。はい、はい、こちらですね、顔着グランプリと顔着、はい、一言添えられておりました。顔着かな、あ、顔着なんだね。なるほどね、じゃあ顔着ということで、はい、はい、じゃあ見ていきましょう。はい、じゃあいただきます。ダブルダウン、おー、やばい、え何が起きたの、ちょっと待って、なんかいろいろなんかいろいろ落ちてバラバラになってない。いや、これやばいね。うわー、怖っ。これね、はい、これ何が、何が、あ、多分ビンディングのブレーキが1個取れてるのと、うん、他にも取れてるか。うん、あ、この時点でビンディング壊れてる。壊れてるよね。うん、ビンディングごと言ってるなこれ。うん、ヒールピースごと壊れてる。なるほど、やばでこれはこんなに壊れてるとか初めて見たからね。いろんな意味で痛いね。やばいね。ビン買い直しだろうし、もしかしたら板がダメになっちゃってるかもしれない。いや、これやばいね。やばい、しょっぱなやばいね。そうですね、もうしょっぱなから飛ばしていきますよ。しょっぱなからやばいの来たな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ続いていきましょう。はい、続いてはですね、ハチクマさんからいただきました。はい、はい、こちら一言は、綺麗にノーズが突き刺さりましたということで、こちら多分量あれじゃない、思い出すんじゃないかな、本当にあの悪夢をっていう感じの動画ですね。はい、はい、まあじゃあ見ていきましょう。いただきます。おお、それね、これね、それね、うん、同じかな、同じ感じだね。同じですね。で、この先にレールがいたって感じだね。そうだね。でもこれ怖いね。ね。だからね、どうしようもないよ。これ。もう経験者の語りですね。もうこれで骨折ってるからね。どうしようもない。で、うっなって終わり。うん。あ、肋骨ひび？ひびだ。うん。そうだそうだ。いやー、やばいね。気持ちはわかる。うん、ちょっと救急車な、ちょうど救急車通った。ちょうど救急車が通る。止まっちゃったけど。ナイストライ。ナイストライ、ね。これでもあれかな？ちょっともう一回見ていい？はいよ。サイドインかな？かな。あ、止まらない。あ、センターインかな？もう一回見ます。うん、あ、ちょうどスローも。あ、センターインで、うんうん、センターインってほどでもないか、サイドインをこうまたぎながらこう行こうとしたのかな。で、右足のノーズがしっかり上げられてないから、あ、うん、そこが結構ね、ちゃんとオーリーをして乗る、うんうん、オーリーして乗る、後傾にならないっていう意識すれば、うんうん、まあこういうことはないのかな。うん、毎回ノーズ上げて乗る、ノーズ上げて乗るっていう練習すれば、多分もう二度とこのぐらい方はしないと思う。なるほどね。そう、いいじゃないですか。そんな感じでアドバイス混ぜながら。アドバイス混ぜながら。はい。じゃあ次は成功した動画をね、はい、お待ちしたいと思います。はい。ありがとうございました。はい、じゃあ行きますよ。はい、続いてはですね、りょうさんからいただきました。同じ名前ですね。同じ名前だ。はい。足の手術後に行ったスキーで、うん、目の前の女性たちにちょっと恥ずかしいところを見られ、うん、顔を上げられなくなったと、そういった動画になります。なるほど。いろいろツッコミどころ多いけど。そうですね。自分ではないかなと思ったんですけど、ね、はい、面白いから入れてみました。オーケー。はい。じゃあちょっと見ていきましょう。はい。じゃあいただきます。自分ではない。スイッチ、うん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 、あ、女性がいる、女性がいる、ここか、ここか、おそれは周りの反応ね、それは恥ずかしいね確かにこれ面白枠だな、これはすごいね
これさ皮あげらんない、皮あげらんないし、なんでこうなったっていう確かに面白いんだけど、うん、なんでなんでこれをこのタイミングでこんなことしたのっていういや批判するわけじゃないけど、これだって絶対刺さるじゃん、ノーズこんなんやったらまさか狙ったんじゃない、狙ったんじゃないのってぐらい綺麗にさノーズ両方刺してるからなるほどね、すごいね、これ狙ってんだとしたら相当メンタル強いすごいね、あこれ面白いな、ありがとうございました。はい、じゃあどんどんいきますよ、はい、続いてですね、たくさんからいただきました、はい、こちらですね、肋骨行きましたということ、肋骨行きました、はい、超閲覧注意かもしれない、やばいね、やばいですね、閲覧注意です、閲覧注意、はい、ちょっと痛くなってきた俺もこれね結構リアルなんで、本当に苦手な方は見ない方がいいかもしれないですね、はい、はい、じゃあいただきます、よいしょ、おお。やばい、それはその後なるなるなるそうなる、めっちゃわかるこれやばいね、ものだね、これは痛いね、うわこれは痛い、うん、あのねこれをね、うん、あのフリースキー用語なのかな、うんうん、干されたって言うんだよね、あよく言うでしょ、うん、前回あったね、干されたってやつ、うん、ほらこれも綺麗に干されてるね、うんいやめっちゃ痛いよねこれ、痛いねこれは、リアクションがもう、うわその後のリアクションだともうなんかリアルすぎないね、リアルすぎる、笑えないよねこれね、だってもうあのうわーとかわははみたいなないじゃん、ないないない、これは上の人もちょっと心配そうに大丈夫かなってスタートするの待ってる、そうだね、うん、いやこれはお大事にだ、お大事にですね、俺もちょっと痛くなってきた今いやこれ衝撃映像だなですね、うんうん、これは誰が見ても痛いっていうのと、うん、分かるよね、あ折れたんだなって分かる、うんうん、これは本当にザって感じだね、ザですね、うん、お手本です、お手本です真似しちゃダメですって、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ続いていきましょう、はい、続いて太田さんからいただきました、はい、こちら、はい、一言としては、うん、こんな痛みは初めてということで、それ TikTok で聞いたことあるそのリズム骨ぴょいって書いてありました、えまあ見ればわかる、見ればわかる、いただきます、はい、うん、これは聞いたことある、うん、この曲は、おうえ急にどっちから来るのかなと思ったらそれだけですやばいな、でもあ、2オンしてんのかな、うん、2セブンインして、うん、まあ塩ビに刺さって、うん、やばいやばい、あ脇いってるよね、くしゃってなってるねこれ笑っちゃダメなんだろうけどシュールだね、頭だけ出てる、確かにこれ痛い、これはまあ痛い、塩ビでも、うん、でもこれでも折れることはあると思う、あ、そうなんだ、塩ビでも痛いって言ってたけど、なんで痛いかっていうと、うん、2セブンインして、うん、今の状態から姿勢が高いんだよね、はい、体が伸びたまんま2セブンインして逆エッジ食らってるから、うん、高いとこから叩きつけられてる、あーなるほどね、だこれは結構痛いくらいかなって感じかな、そう、だからこれが逆に2オンした時にちょっとでもこう体縮めて低い姿勢をとってあげれば、まあ逆エッジ食らった時も低い姿勢のまんまいけるから、まあ痛くない、なるほどね、しリスクもないから、はいはいはい、だからもしその初めてやる方はちょっと低め低めに意識した方がいいかもしれない、そっか、それでやってみて転び方を覚えちゃえば、まあ今後やっていく上で怪我のリスクも減ってくるから、なるほどね、そう、あの棒立ちピンってなると結構子供の時が一番痛いから、うーんっていうのを教えてくれる動画ですね、そっか、なるほどねちょっと面白かったけどありがとうございます、はい、ありがとうございます確かに痛がってるトークにあるけど、あ動けないんだよ俺動けないんだこれも痛いね、うんうん
うわ怖いわ。めっちゃ迷った。発表します。